ワンピースアンリミテッドワールドレッド。野郎ども、行くぞ。黒ひげが解き放ったレベル6の囚人の中に赤の伯爵レッドフィールドがいたら、レッドフィールド、ああ昔白ひげやロジャーと共に騒がれていた男か。だが奴は時代に名を残すほどの男ではなかった。何を恐れる必要がある。奴の別名は孤高のレッド。徒党を組むことを嫌い、孤独を貫くことを信条としている。わかるか、奴はたった一人でロジャーや白ひげと渡り合っていたということだ。出迎えご苦労。仲間などおらぬ。ただの一人だな。私は取るものではないな。クールドバースト！言ってた約束の島ってのは、うん、ああ間違いねえ、あの島だ。パトさん、短い間でしたが、あなたとの旅もこれで終わりですね。ああ釣り上げたお礼の恩も忘れんなよ。鍋にされる前に止めた私への恩もね。ぬっき、チョッパー、辛いだろうが弟に別れの挨拶。俺はタヌキじゃねえ。どうしたのルーフィー、なんだかとても嬉しそうね。匂いだ、あの島からものすげえ冒険の匂いがする。ものすげえ冒険か、たまにはタヌキも助けてみるもんだな。恩返しになるか。なるか。引き返すぞフランキー。サンディ海賊弁当大盛り。はいよ。
とりあえずこの町で物資の補給だけはしなきゃね。サンジ君とブルックは食料の調達。ナミさんのためなら骨身を惜しまず頑張ります。ウソップとフランキーは船の修理に必要な資材その他。おう、任せとけ。チョッパーは薬関係。俺は医者だからな。ゾロはあんたすぐ迷子になるから。おい。そして私とロビンはウィンターショッピング。ふざけんじゃねえ。医療品の調達も立派な仕事でしょ。ほらちょっと意義なし。ねえねえ、オイラは？あんたはこの島で誰かと会う約束してるんでしょ。あ、そっか。じゃあ私たちとはここまでね。補給の間はこの町にいるから何か困ったことがあったら声かけて。ああ、届けてくれてありがとな、ムキキ。そして肝心のルフィだけど、あんた勝手に冒険に出たり。ちょっと探検してくる。宿屋に集合よ。勝手に町の外に出るんじゃないわよ。ああ、わかった。うひひょThank you.
し。おお。またな。この島は俺たちが守ってやるから、そば代よこせって言ってんだよ。守ってもらわなくて結構よ。この宿屋、見せしめに潰してやってもいいんだぜ。おい、お前らやめろ。俺たちが飯を食えなくなるだろうが。あ、なんだてめえ、俺たち怒らすとただじゃ済まねえぞ。休み。